でかい。おー、伸ばした。おお、すげえ。おー、大谷ドリームコンボ。なんだ今のコンボ。さあ、決定戦になります。1P 側最強キャラチーム、ハリマルーク対する 2P 側、ここはちょっとハリマさんがジョンを止めたいね、まず。おお、止める。うまい、うまいな。え、強い。あ、見せた。これな、ルークあるある。大会のルークはね、これが。お、いっちゃうんだよ、これ。安いな、これ。いいのか。あー、まずい。これはね、危ないね。まあ、先回復するからまだいいけど。おー、入れ込んだ。あれ、これ隙あるよな。イーグルスパイクでバックステップからユーサル発動。うおー、でかすぎるこの投げ。出る。うわ、打つ。たまらず。いや、でも今の勝負だね。今ワンチャン死んでたから、今のガウサイトラ。こっちの小作をとりあえず引きずり出してほしいな。3人対小作にまずなってほしいな。おっ、来た来た。安全なやつでいこう。オッケー。これでまず小作に一歩前進。強いなぁ、ハリマルーク。めっちゃうまかったな。まあでも今、小作、今6連勝中やから、無双して終わる可能性がある。やっぱね、この、ルークの最強技である、この下中パンチを、やっぱ上から踏まれるっていうのが、やっぱり、多分、嫌だよね。なんか安心して待てない。あ、これやっぱ。おぉ、さすがあれやな。構成員の、やっぱ思考を全て理解してるな、小作。嫌いな。これハリマさん、これ小作のこと嫌いだよね。全部オーディーライジョンプ打ってねえけど、起き上がり。嫌いだよね。ライジングアッパーとジャストパリしかしてないけど、起き上がり。終わった。うわ、やっぱ団長強えわ。まあ、キャミー結構刺さってるな。てか、あの、ルーク、JP、キンバリーっていうチームに対して、キャミーが結構刺さってる。JP もやっぱキャミーってやるの結構嫌やと思うから、キンバリーもまあ当然きついと思うし、やっぱ小作の日だな、これ。小作を止めないことには勝てないぞ、これ。おお、そうね、対空がやっぱ弱いから、キンバリーは。ああいう感じで多分上から来られるときついし、お互い攻めが強いんですけど、あのキャミーは守りも強いから、結構ね、やりづらいんじゃないかな、この組み合わせは。おお、ディリバ。うわー、あ、これはインパクトまではかくるね。あ、溜まっちゃうよ。いいの、溜まっちゃったよ。いいんだ。なるほど、そっちプラン。うわー、死んだー。すごいな、やっぱりこのキャラの爆発力。いや、すごいな、これ。おー、止めた。からの、投げて。うわぁ、ユリフレームから投げたく、しっかり確認できている。オーディスパイク、おー、来た。これは分からんぞ。おー、来た。これでバウド。しかし、コスタキャミフルゲージです。わぁ、釣れた。どうだ。あ、死んだ。これは詰みっすね。これ爆発したな。これ詰みです。インパクトで終わったー。いや、マジでそのキンバリーの、バーンアウトした時の攻めって、マジで強いんですよ。本当に全キャラ最強クラスで、ダイパンから、早掛け、停止が5部なんですよね。5部なんで、結構だから、動いたの見てから結構 SA 打つんですけど、確定しないんですよね。さあ、追い詰められました。
若さ爆発チーム。いや、鬼木マジで強いからな。あの、ワールドウォリアーもすごい成績良くて。だキンバリーで一番最初に活躍したのは鬼木なんですよ。多分。超強い。いや、これはルークやだろうな。ここまで来たらもう、完全にキンバリーに流れがあるね。さあ、大谷粘れるか。おっ、ちょっとそれパリね、まあ、キンバリーはパリがね大事だから。うわ、当たるんだそれ。投げて、なるほど。ああ、いいプランだな、いいプランだな今のな。なるほどな。中継にな、ドライブリバードライブ何やったっけあれ、D リバーちょっと微妙なんよな。中継ハイガキ停止されるとガウされちゃうよな。ここで SA 使わずに、うわー、ゲナいった。うわー、これは SA3 はいかなくて22に行く。うわー、大谷つえー。さあ来た、古軍の最終兵器バンピ。いや、大谷マジ強いよな。てか5の頃からもうかなりね、5の後半とかもめっちゃ強かったらしい。その大会にはあんま、あの、少なかったからあれだったけど、なんかやっぱプロの人のスパーやりまくってたらしくて、トギオさんとかともスパーすげえしてたらしくて、めっちゃ強かったらしいよね。で、その流れで6も強いんよね。ずっとルークやし。まあ、一瞬竜に行こうとしたけど。いいね。決勝が JP 対ルークっていうのはいいね。これ勝った方が本日切符獲得となり、ゲーム屈指の、まあ、環境キャラ同士の対決といいますか、主人公で赤くですからね。こう抜ける。お、あぶね。お、これでかいね。うん。投げ。打っていく。うわー。この投げでかすぎる。なるほど、触っていって B ハート消えて、いい勝負だな。うわー、刺さった。そう、結局ルークはこれなんですよ俺。ルークはなんかいろいろやんねんけど、結構決まりでこれがやっぱ多いですよね。でかい。おお、伸ばした。おお、すげえ。おお、大谷ドリームコンボ、なんだ今のコンボ、初めて見た。ゲージめっちゃ溜まった。減りすぎだろこれ。2回です。あはははは、飛びが飛んでるだけやんけ。さあ、飛びつえ。おめでとうございます。なんかしゃがみチューブ、なんかしゃがみチューバーじゃなんか当たらんな。よしよし、飛んだろうっつって。強すぎるだろ。いや、でも大谷大活躍でしたね。